てくれ、みんな来てくれ、空白を作らないでくれ。よし、じゃあ次、お、誰だ。ラーマ。え、あれ、誰ですか、そんなやついて。デビルだよ。気持ち悪い。そんな死にかけじゃないですけど。あ、じゃあちょっと、まあ、音量大丈夫かな。あ落ちたけど。聞こえますか。はい、かなえくんでございます。はい、ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは。来ましたね、かなえくん。ミッケライバーのかなえです。よろしくお願いします。かなえくんは AR ライブで一緒して、てかライブのために割といるから、ね、どんどん仲良くなってる感じがあります、ね、一生多いもんね。一生多いですね、はい、なんかね、去年のとつまちやったんですよ、うん、来てくださった時になんか、あれ目標を聞いてたんですね、その時は。なんか今年の目標は何ですかみたいな。その時に、あれ来年も同じ質問を聞くことですみたいなことを言ってて、だからとつまち絶対来ますみたいなことを言ってたんですよ。そう、毎年来る、毎年。あ、そうだ、それまでやめないって言ってたんだ。あ、そうだそうだ、そう、それを言うことで僕もこの場を設けるからやめないでみたいな。そう、お互い絶対やめない。そうそうそう、ちぎりね。いや、いいね、なんかエモい、ね、よかったよかった。いや、でもなんか二次三次が、うん、なんかそのライブとかでもよく話したり、その後プライベートでも遊んだりしたけど、うん、二次三次がなくなるまで生きてると思ってる。ああ。多分最後までいる人なんだろうなって思ってる。あ、なるほどね。さんは、うん、もう絶対辞めさせない。辞めさせない。まあ、絶対。確かにな、割と不死身なところあるから死なないし、そうだな。そう、最後の日まで生きてると思うな。いや、確かにな。ローション組って言われてんだ僕ら。こんなにエモい話してんのに。ね、アジサイじゃなくなっちゃったんだ、もう。あ、もともとアジサイ組っていうね、カラーリングで言われてたけど、ゼップ福岡の時にね、アジサイ組って言われてましたけど、うん、そこからはローションに全部飲まれた。すごい俗的になっちゃったな、急に。エアルライブもね、一緒に歌ったし。そうだよ、いや、闇を払ったんだから、なんかそういう感じのかっこいいのになると思ったのに、いや、ローションは書き消されなかったんだ。そうそうそう、ローション組ということでね。もっといるしね、ローション組。6人ぐらいじゃない？あ、確かに。僕らだけじゃないよ。そうです、僕らで2人でやったわけじゃないから。そうだ、みんな誓約書を書いた仲間なんだから。そうそう、お疲れ様です。なんかあれ、ありがとうございます。再会、勝ったの？勝ったよね、もちろん。勝ったし、負けて、優勝争いで負けちゃった。ちゃんと勝ってたんだ、それ。そうそうそう、すごい。優勝、最後の一戦まで2位だって。うんうん、うん、で1位ともう僅差で2位で、最後はやられてしまった、惜しくも。ちなみに優勝者で二次三次っている？星川が。あ、そうなんだ。そうそうそう、星川の2チームが優勝だから。ガク君から預かっているテーマがありまして、はい、何ですか何ですか何ですか。ケモチトウヤをどう思うかという。あー、なるほどね。うん、でもね、なんだかんだ長いし、うん、絡みも多い方、そのお仕事とかだったりとかライブとかで、うん、一緒にいる時間が多い方だから、僕最初のイメージから一回行かれた人になったけど。どこでだ。え、でも、そう、あのローションの時に、ね、あ、ローションで行かれたんだ。なんか壊れてんだな、感覚一個って思ってたけど、うん、どういう人。いや、でもしっかりしてるように見える。見せかけ。なるほど。けどなんかしっかりしてる、いや、しっかりしてるんだけど、別にしっかりしてないわけじゃないんだけど、うん、親しみやすい人、なんかこうしっかりしてる人って、ほら、学級委員長みたいなさ、あ、生徒会長みたいな、こう凛とした人に、うん、しっかりしてる、しっかりした、なんかちょっと僕らみたいなバカは近づきにくい人だなって思われがちなポジションだけど、うん、親しみやすい人だなって。あー、パリッとして遠いような感じではないけど、ある程度しっかりしてる。そう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 、話してみるとめちゃめちゃ親しみやすい人だなって。一番いいじゃん、そんなやつ。思ってる、思った。副委員長みたいな、副部長が一番いいんだから、めっちゃいいじゃん。一番生徒会の中でも一番実は話しやすい人だな。めっちゃいい、めっちゃいい人だ。え、じゃあちょっと、じゃあ次の人に、次の突者への質問考えてくれる、はいはいはい、あー、ちょっと際どいの行こうかな。ちょ、誰かわかんねえんだから、ちょっと。剣持東也の、はい、最初の印象と今の印象。あ、無難。一番くらい無難。あ、オッケーオッケー。ぐらいにしとこうかな、一旦。なるほど、ありがとうございます。それ聞くわ。じゃあ、いや、そう、絡みやすい人だな、人だなって。あと、僕のオムライス好きな人だな。あー、なんかね、オムライス作ってくれたね。いや、美味しかったです。そうそうそう。いや、なんかめっちゃ貢ぐよね、僕に。
いやいや、僕は基本的にね、自分が遊ぶとかあの時自分が出しちゃうな。いや、なんか服買いに行くのもね、割と僕が選んだから、僕がその要はその服に対しての価値を感じてるのは僕だから選んでて、あーなるほどね、僕で出せるなって感じ。あ、確かにあのいい服とかって特に分かってない人はこれあいいんだみたいな感じでちょっとどう思ってるか分かんないから、買ってあげたら確かに選びやすいし渡しやすいかもね。なんか責任をさ、うん、なんかほらそのお金を向こうが出したらさ、お金出して買ったのになやっぱ違うなこれってなった時に、うん、クオリティオブライフ下がるかなと思って、僕がいいって思ったものは僕が責任持って全然買うよって感じ。 ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしく。またね、お食事誘ったりしたら。あ、おごります。ありがとうございます。なんかじゃあ最後一言言って消えてください。じゃあまた来年。お、ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。かなえくんでした。おめでとう、誕生日。ありがとう。いやー、そう、かなえくんは表で特にコラボとかすることがないけど、裏で、あの裏というか案件だのライブなので絡むから。皆さんが想定しているよりは仲がいいんだけれど、なんか僕あんまり怒ってもらうのが得意じゃなかったんですけど、なんかやたらと払いたがる人なんですよね。なんですかね、ありがとうございますですけど、なんか心苦しい面はあるんですけど、なんか人によってあのなんだろうな、先輩だからっていう感じじゃなくて本当にこういうのが好きなんだろうなみたいな人もある程度いるのか分かってきまして、そう、かなえくんにはそこをね、いや、ありがとうございます。はい、次は条件だ。あ、来たなんか。めっちゃ来た。あ、来たな、くずはくん。おめでとうございますって言え。来たな、なんすか、祝いに来たんです。おめでとうございますって言え。こっち側から言ってか、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。なんか、あれだな、くずはくんもかなえくんもそうですけど、あんまり配信で2人とかはマジで珍しいね。そうっすね、シャプラジ以来、うん、シャプラジ以来。すごっ。じゃあ令和が始まってからはないっすあれ最後っすね、平成最後じゃなかったっけ。あれまたいだ回だからね、令和と平成。くざくんに関してはそれこそラップバトルで自分で外出てみろみたいなことを昔言ったけど、ね、今もうとんでもないくらいあのフッカルになりましたね、フットワーク。そうっすよ、うん、マジであの頃から会う人も増えましたし、うん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 、絡む人も増えました。てか持ちさんの方が少ないことはないか。でも、ま、いや、どうだろうな、まあ自分誘ったりとかはあんま、それこそなんか普通にあれなんだろうな、なんかのコラボの前日とかにアマングアスアット7とかで勝手に募集を始めた時はすごいなと。いや、にしてもすごいけどね、成長だわ本当に。誰だよよくなったわ、こんなでかくなって。あ、ちょっとくざくんに聞くことでもないんだけど、かなえくんからの質問パスで、うん、あの、はい、最初に剣持ちを見た時の感、なんだ、最初と今の感想みたいな。いや、面白い、今も面白い。 ありがとうございます。普通にで、うん、でもやっぱね、ツボっすね、最初から。へえ。うん、今は分かんないですけど、ツボかまあ面白いのは間違いないですし、うん、やっぱいないっすね、もちさんと似てる感性とか発言とか持ってる人とか考えとか少ないと思います、人類の中で。ほう、だから面白い。めっちゃいいやつじゃんお前。金から金もらいましたグルでやってたか、あの質問無難すぎると思ってたんだよで今は、うん、今ももうそんぐらい面白いし、うん、あとね、もちさんが現場なんかイベントにいるとちょっと嬉しい。あ、あのメンツの中に、うん、あ、もちさんいいんじゃん、うえーみたいな。いや、でもその気持ちわかる、そういうメンツいるような。あ、いるいる。いや、そう、僕にとってのテンション上がるっすね、うん、ちょっと。あ、俺もっすか。そう、あざーす。いや、だけどね、周りの人間によるな、なんか周りがクザにとって新しい人ばっかりの時は、うん、あ、ちょっと使えそうに ないなみたいなあるけど、だるいや、でもそう、話せる人プラスおもろいみたいなので、まあ現場にいてほしいっすね。あーぐらいかな。なるほど、いや、めっちゃいいこと言ってもらったわ、はい、オッケー。あ、じゃあちょっとクザには聞きたいからこれ聞いていいかな、今一番気になる部位。はぁ、い、考えてきたかったわそれ。あー、今気になる部位っすか。うん、新人っすかね。あ、そうだね、エデン組ってことか。うん、エデン組はやっぱ気になるっす。まあ、あんまりね、畑も違うでしょうし、うんうんうん、近づきがたくはあるんすけど、うん、もうなんか
でもやっぱ面白いし、みんな。そう、まあ、みんなは見てないんですけど、めちゃめちゃ豊作というかすごいいい。そうなんですよ。あとゲーム上手い人好きなんで、ああまあちょっと遠巻きに、いや絶対いずれ絡むことになりますよね、そこら辺も。いやでもまあ、うん、そのあっちの方から、うん、絡みたいっていうまではやっぱりね、本質は変わってねえのかよ。うん、まあまあまあ、いやでもなるでしょう、いずれ一緒する機会が絶対あるはず、その時は楽しみに待ってるわ。じゃあ遠巻きで見たいって感じですかね、はい、うん、ありがとう今日は。おー帰る、もういいよ。なは、もういいよ、お前のターン終わり。だる、死ねそれはダメだろ。それはダメだろ。死ねはよく、はい、ありがとうございました。クザ君でした。何を言うかなと思った。一番ダメだね。まあね、育ちとか、まあ、本質、彼の本質は変わってないようです。